チュール。はい、今日手帳講座どうでしたか、先生。はい、はい、今日手帳講座皆さんやって、来年の手帳の表紙ができました。これ、ちょっと一つ一つ今日は、はい、今日はね、あのユニークな人たちがたくさん残ってます。はい、じゃあはるみ先生、はい、いかがでしたか。今日はもう本当ワクワクできましたけど、2021年頑張ります。楽しかった。ありがとう。ライブ持ってますよね。すいません、200% 盛りました。イエイ。はい、次はエナちゃん。エナちゃんどうでしたか。ちょっと持って帰ってきました。来年も波に乗って頑張ります。波に乗るよね。さあ、はい、そこで我が大将。はい、はいさん。今日は猫村先生に顔を描いていただきました。なかなかいい感じでできて、なかなか良かったと思います、うん。ありがとうございました。素晴らしい。そのまま棒読みじゃねえかよ。はい、では、美穂ちゃん。はい、ありがとうございます。猫村先生に描いていただきました。もう似なくていいから、持って描いてとお願いして、さらに盛りました。盛り盛りで。も文字入れていただいたので、もうすごいこの1年間頑張れます。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ岩尾さん、今日あの今回は初めての参加ですごくあの楽しみにしてきて、本当に来てよかったなと思ってます。じゃあの猫村先生に書いていた似顔絵を書いていただいて、同じようにさらに師範に字を入れていただいて、もう今年1年本当に、あ、来年ですけど、この1年間はすごい年になるって信じています。間違いない、間違いない。ありがとうございます。素晴らしい。はい、はい、猫先生、今日皆さんの似顔絵を描かせてもらった猫村です。お疲れ様でした。最後自分で自分の似顔絵を描きました。また今年1年も、来年も頑張りますのでよろしくお願いします。はい、はい、笑って笑って何度でも、もう、じゃあみんなで行きましょうか。はい、はい、笑って笑って何度でも、もう。